ありがとうございますね、皆さん。ありがとうございます。肉を焼いてね、食べますからね。よせさん、こんばんはって。ありがとう、フラワー。よせさん、こんばんは。ありがとうございますね、皆さん。ね。ありがとう、ちーたん、ケイティちゃんも、黒猫ちゃん。すごい、よせさんって。あゆむちゃん。ありがとうね。ありがとう。これから焼くからね。ね。一人で食べるのって。ね。これちょっとね。ちょっと待ってね。これいろいろね。肉もね、いろいろあるのよね。いろんな肉がね。だからね。あれなのよ。あら。色がおかしくなったな。大丈夫？これ。色がおかしくなった。ちょっといじっちゃった。大丈夫かな？見えます？ちょっとおかしいね。あれ？色がおかしい。ね。なんか、どうやって焼いていいかわかんないよ。野菜とかね、いっぱいあるんだけどね。ね、これ。皆さんに紹介するわ、じゃあ。ね。これはね、米沢牛だって。これ米沢牛。ね。これ米沢牛。ね。これはね、はい。あとはね、こちらはね、仙台牛。仙台牛ね。仙台ね。これ仙台牛。あとはね、これも米沢ね。米沢だね。霜降りと両方あるんですね。で、これはね、これ松阪牛。松阪牛ね、これね。松阪ね。なんかこんなにね。こちらは山形牛。山形牛。ね、山形。ね、すごいですね、これね。食べきんないよね。これはね、何？これは、ワオっていうの？ワオって書いてあるよ、これ。ね、いろいろあるのね。あと、これは何？これ、神戸牛。神戸牛ね。神戸牛。ね。こんだけあるの。ね。すごいね。いつ皿？ 2、4、6。7皿。7皿ね。何を焼こうかな。どっちかっていうとさ、何がいい？霜降りが美味しいよね。霜降りのがどっちかって美味しいね。何がいい？松阪牛って有名だよね。米沢はね、そんなにあれ、霜降りがいいね。どっちかっていうと松阪牛がいいかな。ね。ね、どっちがいいんだろう。神戸。わかんない。これもうしまっていいのかな、んじゃ。しまっていいのかな。ネギの、はるちゃん、ありがとう。これね、なんか画面がね、黒くなっちゃってるけど、見える？みんな。見えます？画面が黒いよね。これどうなってんかね。フラワーちゃん。見えるよ。あ、見える。あ、見えるんじゃ大丈夫。ありがとう。じゃあね、焼いてみますね。ちょっと焼いてみます。弱ったね、これ。どこ置いたらいいの？どこへ、いくつか焼いてみる？何がいいな。和牛。これ、どれがいいんだろうな。わかんないな。違う種類がいいね。松阪と神戸。和牛か。和牛も美味しそうだな。これにするか。じゃあ、とりあえず2つ焼いてみますね。ありがとうございます。どこ置いたらいい、これは。ここ置いとくか。置くとこはないね。どうしようもないね。おじゃさ、まず、あれか。野菜を切らなくちゃね。野菜。野菜もね、焼かないとね。あれね。いろいろね。大変ね、これね。よっこいしょ。
の声。また例の例のこれですね。これでやりますからね。野菜はね。これでね。玉ねぎか。玉ねぎ。玉ねぎをね。よいしょ。玉ねぎ買ってこなかったかな。なんかね、洗濯してね、あの、あれ、手がね、かじかんでるからね、うまく切れないね。今、洗濯してたからね。結構ね、洗濯疲れるね。よいしょ。これはあれか。輪切りで。これは、いつも、焼肉屋行くとどうに出るんだっけ、どうに出るんだっけ、適当で切ればいいかな、皿かなんか切っとけばいいんだよね、こういう野菜ね。どうしようもないね、これじゃね、つるっこつるっこ滑っちゃって、どうしようもね、手切ったら困るからね。お皿に切っときますね、野菜ね、これじゃどうしようもないもんね。お皿い、あれあれ、寿司のあれか、寿司のあれでもいいんだよね、別にね。あ、ちょっと待っててね。よいしょ、よこいしょ。寿司のパックでもいいんだよね、あれなら大きいからさ、いっぱい乗るよね、野菜がね。これだと小さいからね。とりあえずあれだよね。これを。玉ねぎね。これ玉ねぎ。いいかな、これで。よし、これ。玉ねぎと。よし、これいいな。よし、これで。あとはね。あとは野菜何しようかな。野菜は。何しようかな。ようこしょ。あとは、野菜はね、これなんだ。これエリンギ？エリンギですね。これエリンギね、エリンギね。よいしょ。よいしょ。ね、これで。よいしょ。エリンギはさ、これ下少し切るんかな。ここに切っていいんかな。エリンギは。縦でいいんかな、でかすぎるか、これは。どうにやんの、これ。焼いたことねえから分かんない。縦でいいんか、これは。まあいいや、適当にやります。これでね、こういう感じ。ね。よいしょ。よし。これは、太ってるからどうに切るんか分かんないな。できちゃった。よし、これでこれでいいんじゃない、こういう感じでね。エリンギね。よいしょ。よいしょ。よし、これでしょ。これあれでね、焼肉屋なんか行くとね、野菜頼むと野菜の盛り合わせ来るけどね、自分でここにやるの大変ね。結構ね、こういうのね、厄介だね。あ、まだ肉がある、ここに。え、まだあったよ、こっちに。え、上陸牛だって、いっぱいあるね、なんかいっぱいだよ。もうじゃあ、あと何がいいだろう。
これ邪魔なんだよね、これがね。どうしたらいいかわかんない。これがね。あと何があるの？ああ、人参。人参硬いよね。人参はいいか、入れた方がいいかな。わかんなくなっちゃった。ゴミなんかね。散らかしてるの嫌いだからね、私どっちかっていうとね、嫌なんだよね、こういっぱいこう並んでるのね。カレーはうまくできたんだけどさ、こういうの材料がすごいからね、ダメだよこれね。よいしょ、よっこい。人参はどれがいい、一つぐらいでいいか。こんなに人参食べないね。いいよね、これ後回しだ。後回し、人参の後回し。これ洗っとくんかな、洗っとくんかな。あれ跳ねるよね、洗うと。いいのかな、洗って。よし、これでいいね。おい、何やってるの、何落っことした、まあ、おい、傷つけねえでくれな、フローリングに。まいっちゃうで、まったく。これ、人参はどうに切ったらいいの。よいしょ、人参はどうに切るの。斜めでいいんかな、輪切りかな、輪切りかな、わかんねえな。輪切りでいいか。これ寿司半額だから買ってきた。ああ、半額ね、はいはい、寿司ね。そこ置けねえなんべ、置ける、置ける、置ける。今の時間じゃ半額だよ、今の時間じゃ半額だよ。そうだよ、遅い出勤時はね、買えるからいいよね。明日も早出だからね、俺。あ、早出ね、うん、今日はパチンコしてきたんだ。あ、パチンコ、あ、買ったね、もう取り戻した。買ったかい、おかい。よく毎日勝つね、よく毎日勝つね。運がいいんだよ、それだけ。これでいいか、人参ね。よし、あとはなんだ、 あとはあれないね、なんだっけ、あれ、なんだ、あ、もやしだ、もやし。今日は1000円でな、1万9000円で1000円で1万9000円も買った、よかったね、ねえ、よかったね。運がついててよかったね。いくらいいんだな、あ、そこいくらいなんですかね。いつもそうはいかねえよね。そういけばあれだよな、これあれだよな。あとはキャベツ、よいしょ。これこんな散らかしてこういうのやるの私好きでねえんだいね。これどかした方がいいよね、邪魔だよね、これね、嫌なんだよね。こうこういうとこにさ、こう散らかして物を倒したり、こんなんじゃ嫌だよね。私こういうの嫌いだよ。よっこいしょ、まったくうちの子はいい加減だから何やっても。ダメなんだよ、こう散らかしながら仕事やるっていうのは。嫌いなんだよね。まったくね。床にね、床にね、置いたビニールをね、こういうとこに置くって嫌だよね。器の上っていうのはね、器って綺麗なもんだからさ、床って汚いんじゃないね。これふっくら返っちゃったよね。ね、こうに散らかしてやるからこうなっちゃうね。片付けながらやればね、何もね、こう使うとこをきちんとしないと料理ってダメですよね。ダメだね。ね、
部屋が散らかってるのと同じね、結局はね。これがね、あとキャベツだ、キャベツ。あともやし、そんなもんでいいかな、もうね。もういいよね。ネギはいいんじゃないの。どっこいしょ、よいしょっと。これね、砂が邪魔なんだよね、これがね、引っかかるんだよね。全然あの子気にしないからね。よし、やる、じゃあそろそろ焼こうかな。こういう砂は危ないやんちゃん。火にくっついたら大変だよね。よいしょ、よいしょ。これね、焼肉のタレなんていっぱいあるのにまた買ってきたんだよ、これね。こういうの金の無駄遣いね。そうですよね、いっぱいあるんだよ、また買ってきたね。こういうの嫌いな私ね。そうでしょ、金の無駄遣いは良くないよね。よいしょ。これはさ、キャベツ切ってさ、包丁自分の足に刺しちゃね、困るからね。志村けんじゃないけどね、前志村けんがやったけどね、足刺さっちゃってさ、包丁がね、コントでね、それ困るよね。危ないよね。お前は鼻かむとな、血が出ちゃうんだけどよ。血が出る、うん、な、どうしたんだい。なんか切れてんのかな、どっか傷ついてるんかい。鼻が噛むと血が出るってのはどういうのか私には分からん。おい、今どっち打っちゃって来たね、ジジイだ。よし、これでいいか。大変だよ、あんたお料理ってのは。狭いとこで料理するの嫌いなんだよね。いい仕事できないから、ぐちゃ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 物があったんじゃね。そうですよね、なかなか焼けないね、なか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 焼けない。よいしょ、よし、これでいいや。3枚ぐらいでいいよね。いや、これでとりあえず3枚だ。こういうのね、どこへとかないとダメだよね。何も床に置いたものをさ、茶碗の上に置かれちゃかなわないよ、あんた。床に置いたビニールって汚いかんで、床っては汚いからね、床っては汚いよ。それをさ、洗ったお茶碗の上に置かれちゃとんでもないことだよね。私綺麗好きだから嫌なんだよね。なんで神経質だから。でも神経質でもキャベツは洗いません。キャベツ洗うと跳ねるからね。キャベツいいよね。ね、キャベツは洗わなくていいと思う。中の方のこれね、うん、これであとはもやしでいいんじゃないね。さあ、を飾れば、本当はキャベツがしたのがいいんだよね。飾り付けがね、さらにね、まあこんなもんでいいかな、もうね。これでいいかな。よいしょ、これでいいかな。あ、たまちゃん来た。こんなもんでいいかな。もっと入れるか。これは後にするね、あんまり切ってもね。これでいいんじゃない、こんなもんでね。こんなもんでこう飾ってさ、もっときれいに飾ればいいけど。よし、こんなもんでいい、ね、こんな切ればいいでしょう、ね、
あとはもやしでいいんだよね。これはとりあえずここ置いとくか。こう置きますね。はい、とりあえずこんな感じ、こんな感じできましたね。切りましたね。はい、これでね、じゃあ焼いてみますね。あ、これでね、包丁危ないから、あれかな、しまおう、包丁しまっとくがいいね。もやしは大丈夫だから、切るしやないしね。包丁危ない、包丁いつまでも出しとくと危ないよ。足でも刺さったら困るからね、いつも困るよ。包丁はちゃんとね、しまっとかないと、足の上でも起こったら大変ですからね。はい、これで包丁終わり。よっこいしょ。よし、これでいいね。あとはご飯食べなくちゃか。ご飯、ご飯食べなくちゃか。ご飯をね、これとりあえずは、いや、洗わなくて後で洗いますね。皆さんあんまり待たせると悪いからね。これでいいかな、こんなもんでいいかなね。これゴミですね、これゴミ、これで綺麗になったね、これで綺麗になった、これゴミね、これでいいよね。あとはさあ、これでじゃあ焼きますね。あ、そうか、肉はあれか、出さなくちゃね。これでいいね、ハサミで切ればいいね、ハサミがいいね。これね、じゃあ焼いてみますね。あ、そうか、あれやるんだ、換気扇、換気扇、よいしょ、換気扇、さあやるか。これでいいんですね。ゴミか、ゴミはどう、好きなんですよね。さあ、じゃあこれを焼いてみます。こっち、こっち松坂牛、こっちがワオってあります、ワオ。こっちあれかな、どっちがいいんだ、よし、これいいか。危ない危ない、危ないな。よし、これで、ね、ちょっとあれかな、足がおごとになっちゃった。ちょっと触る。ね、すいません。足がおごとになっちゃった。ね、すいませんね。よし、これね。はい、焼いてみますね。こんな感じですね、こんな感じ、こんな感じですね、こうですね。霜降り、美味しそうですね。はい、これでね、あと、あれね、 あとご飯チンした方がいいのかな、ご飯をね。ご飯チンしてこなくちゃ食べられないもんね。あとは、あれだ、あれがなくちゃだ、焼肉のタレ出しとかなくちゃね、これね。シンゴン買ってきた、これ、これ新しいからさ、もったいない、いっぱいあるね、あの子何でも買ってくるね。焼肉のタレなんていっぱいあるんだよ、いっぱいだよ、ここ3本ありますよね、いっぱいあります、焼肉のタレ。モランボン、これ辛いかな、
ニンニクとごまの深いコクだって。モランモンだって。あとこれは黄金の味だって。フルーツベリー。これ美味しそうだな。これがいいかな。これは何？焼肉のタレ、モランボン。あら、この子はね、あるのにめった買ってくるね、いろんなもんね。金の無駄遣いね、こういうのね。私こういうの嫌いなんだよね。金の無駄遣いは良くないよね。あ、そんなに吉井さん、え、はい、あれ、おじいにこれ取ってきてもらうね。おじいさん、おじいさん、これ取ってくんね。あ、膝にいるの。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。これ開かねえんだよね、私の腕じゃ開かねえんだよ。これ開けとまれば やってんだけど。でご飯を今ねチンするから。はい、これ悪いね、開けとんない。ご飯は温めます。すいません、ご飯温めますね。あ、でもご飯食べなくても肉食べてればいいか。どうだろう。でもご飯食べておけばよし、これでね、ご飯温めます。ご飯が温まるまでちょっと時間かかる。すいませんね、悪いね、皆さん待たしちゃってね。今ご飯温めてちょっとトイレも近いからね、どうしようね。よいしょ、トイレ行ってきなくちゃ。
ご飯温まったかな。トイレ行って、おちっこが近くてどうしようがない。よし、これでいいね。よし、8時なんだもん。あらあら、よいしょ。今ご飯温まったよね。半額の土買ってきたんだ今日は。さあこれでやっと温まりました。すいませんね、トイレも行ってきたり。まったくね、これだからどうしようか。おいしいご飯、ご飯じゃ開けないとみんなに笑われちゃうわね。パックで食べたら笑うかな、皆さん。パックで食べると笑うかな。笑われちゃ困るね。私ね、あとあれか、タレ買ったいね。タレ開けてくれたいね。これでいいや。このタレ開けてもらったタレがね、自分で開かないね。タレもね、タレ開けてもらいました。ありがとうございます。皆さん悪いね、待たしちゃってごめんなさいね。待たしちゃってね、すいませんね。うわー、濃いねこれ。結構濃いタレね。モランボ。よし、これで焼きます。よし、箸はどれがいい、どんな箸でもいいかね。はい、ありがとう。またちゃってごめんなさいね。じゃあ焼きますね。これがこれでしょ。これじゃまだね、大丈夫か、はい、じゃあ焼いてみます。まだフライパンが温まない。ジーって言わないもんね。肉からね、油が出るからね。あまり油敷くと跳ねますからね。十分肉から油出るからね。あと野菜、エリンギですか。あ、いい音してきました。いい音してきました。あ、焼けてきましたね、エリンギ。でかいねこれ。人参は焼けないから先のせといて。食べたらすぐ焼けるね。
いしょ。あと何だろう、玉ねぎ、玉ねぎ、私こんなもんいいかな。ではこれでご飯これパックのまま食べるかね。大丈夫、ご飯開けた方がいいよね。恥ずかしいよね、これじゃね。恥ずかしいね、パックじゃね。ご飯開けた方がいいね。割られちゃうね、みんなにね。割られちゃうからさ。ご飯割られちゃうね。よいしょ。ああ、気が強くなった。よいしょ、こういうご飯が一番いいです。足が悪くない時は研ぎましたけどね。今こういうのね、生協で買って置いとくんですよ。夏でもね、すぐ食べられるしね、臭んないしね、便利ですね。味も悪くないですね、これもね、ご飯ね。味噌汁はもう厄介だからね、やんないよ、インスタント味噌汁。これ 200g ね、ご飯 200g ね、これですね、うん。あ、今日はありがとう、ありがとう。こちら焼けましたから食べてみます。ありがとうございます。はい、食べてみますね。じゃあ虹とか入れといた方がいいね、硬いからね。キャベツもすぐ焼けますしね。じゃあお肉をちょっと食べてみます。最初ね、どんな感じかね。大きいね、ほんと大きいね、油が乗ってるね。ちょっと食べてみますね。よいしょ。ちょっとね、食べてみますね、皆さん。すみません。じゃあ、いただいてみます。ありがとう。ね。どんな味か。うん。あ、美味しいですね。うん。このね、モランボンっていう、美味しいですよ。うん。うん。焼肉のタレもね、モランボン、これ美味しいですね。お肉もね、やっぱりこう高級だから美味しいですよ。やっぱりスーパーに売ってるのとちょっと違いますね、やっぱりね。これね、美味しいです、とても美味しいね。これだったらね、結構ね、食べられますね。これ
れも美味しいそう。あのおじさんたちも食べるかな。おじちゃんたちも食べるかな。座って食べようか。足が疲れる。さあこれでじゃちょっといただいてみます。すいません、ありがとうございます。油がすごいあのねあるからね、油すがなくても食べられますね、十分ね。よいしょ、危ないからね、よいしょ。ああ、ありがとうございます。あ、レイコさん、あ、え、肉どんどん食べよう。お、なに、見えない、見えない、お、俺も見え、あ、なに、なのかわかんない全然ね。お、すんごさんだって、なんか暗くなっちゃったよ画面が、わかんないよ。うん、なんだろう、うん、上の肉と置かないように、え、この肉置かない方がいい、あ、こういうこと、肉に置かないようにってね、そうね、そうそう、じゃあこっちに並べとくわ、見えるようにね。こういっぱいあるのよ、いろんな肉がね、多いでしょ、いろいろね、こんだけ食べられないよね。みんな解凍しちゃってんの、あの子バカだね。あら、肉が焦げちゃうよ、どんどん食べないとね、食べないと焦げちゃう。よし、こんなもんでね、じゃ食べますね。ちょっと弱火にしときます。弱火にね、ちょっと弱火にして、ちょっと焼きすぎちゃった、焼きすぎちゃった。ありがとうございます。ありがとう。皆さんのコメントを読みたいんですけど、見えない。なんか黒くなっちゃってね。うん、ありがとう、ありがとう。素晴らしいお肉ですねって、ありがとう。こちら、上の肉が何？なんか、信号が出るんだけど、上の肉全部、うん、だと何わかんない、なんか言ってんの、上の肉何わかんないな、これ字が見えないよ。え、上の肉が全部届かないと邪魔で見えない。え、ああ、そうか、食べてるのが見えないってことね。ああ、そうかそうかそうか、そういう意味ね。うん、じゃあちょっとどかした方がいいってこと、そう、どかした方がいい、あ、これ難しいこんなにお肉ね、ちょっと冷蔵庫入れとくんじゃ、こっちはちょっとね、そういうのがいいよね、こんないっぱいね、これいっぱいだよね、見えるかな、私食べるの。ちょっと待ってね、これだけじゃ入れときますね、ちょっとね、これ冷凍してるの、解凍しちゃったから困らないね、こんだけあっちゃどうしたらいいかわかんないね。よし、あービールはあるし邪魔だな、これありやしねえよ、いろんなもんが、よっこいしょ、こんだけ入れとくかじゃね、よいしょ、あ、
やっとこれでね、見えますかね、ご飯食べるの。こっちどかしとこうか、ここに。そうそう、見えるね、今度見えるね。はい、ありがとうございます。よいしょ、今度見えるかな。はい、ありがとうございます。ナイス、ありがとう、ナイス。タヌちゃん、ありがとう、見えました、ありがとう。ユウさん、アルファウェイちゃん、うわー、いやー、見えたって。タヌちゃん、ナイス、ありがとうございます、ありがとうございますね。カリントーさん、見えます、やっと見えましたって、ありがとう。スーパースマホ、何ピント、あ、邪魔、何が邪魔、スマホが邪魔、なんだかわかんないな。スマホが邪魔っつうのはどうよ、これ。よしよしさん、ええ、ちょっと待ってね。見える、見える、見えます。スマホと肉のタレ、あ、あ、そうか、肉のタレが、あ、これね、あ、これが見えないってことね。あ、そっか、これをどかせばいいってことね。これでいいんかな、うん、タレをどかして、うん、どかしたよ。これでいいかな、見えます、ありがとうございます。 OK って、ありがとう、ゆうさん、ありがとう、 OK って、ありがとうございますね、ありがとうございますね。さあね、ありがとう、ふゆちゃん、すっきりって、ありがとう、ありがとうね、ありがとう。あ、見えなかったね、みんなね、ありがとう。これ、これまだ焼いてないけどね、これね、まだこれからこれ焼かなくちゃ。これお野菜、これお野菜切ってね、こんな感じで、これ今ご飯食べてるんですけどね、うん、美味しいですね。あ、ありがとうな、お肉美味しそうって、ありがとう、なんかいただいてありがとうございます。ありがとう、細川隆司さん、さて食べましょう、ありがとう、いいね、ありがとう。あやとんぼさん、ミスタードーナツ、あー、ドーナツね、そうだいね、うん、ありがとうね、ミスタードーナツね。じゃあやらなくちゃね、うん、じゃあ一つ食べてからやりますね、ありがとう、 ありがとうね、うん、おいしいね、うん、肉バージョンで、ありがとう、ふいちゃん、うん、ゆっくり食べてね、ありがとうございます、ありがとう。ミスタードーナツもやんなくてだね、うん、そうだね、うん、ちょっと待ってね、うん、ありがとうございます。これね、よいしょ、どっこいしょ、はい、ありがとうございます。これどこ置くとこないんだね、終わったな、終わっちゃった。これ見えるかな、ちょっとここでいいか、ここでいいね、火がくっついてちゃうね。ありがとうございます、皆さんよろしくよろしくお願いいたしますね。ね、ナイスが増えるぞミスタードーナツ、ナイスが増えるぞミスタードーナツ、ナイスが増えるかなミスタードーナツ、よろしくよろしくお願いいたしますね。ナイスが増えるぞミスタードーナツ、ナイスが増えるぞミスタードーナツ、よろしくね、よろしく、ありがとう、ありがとう。また食べますね、美味しいんだよ、すごい美味しいね、にゃー、かわいいって、ありがとう、ありがとう、皆さんありがとうございますね、ありがとう、皆さん本当ありがとう。高級焼肉をしますって書いてあるね、ありがとう、食べたいなーって、あね、皆さんにあげたいようですよ、いっぱいあるからね、ね、いろんな種類があるんだよね、そう、ありがとう。
ね。うん。おいしいね。よく噛まないとね。ありがとう。ね。うん。初めの方、ありがとう。うん。ありがとうね。ナイス。ナイス。よろしくお願いしますね。ナイス。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとう。皆さん、ありがとう。うん。ワオ。うん。ワオもあったよ。うん。いろんな種類があるのね。そう。な。いろんな種類がね、肉にある。ね。これ玉ねぎ。玉ねぎや。玉ねぎね。お野菜もね。いいですね。前は焼肉あそこに連れてってもらったけど、これ食べてると焼肉が行ったようでいいですね。うん、かずみちゃんありがとう、もこちゃん ありがとう、やのちゃんもありがとうね。うんうんうん、よかったねって、はい、ゆうさんね、おんこゆうちゃん、焼き、なに共同作業って、ふいちゃんがね、おいしいです。うんうん、うん、これ一人で食べきれるって、しおんちゃん、これ食べきれないね。とてもね、あのさ、一パック食べるも余裕ないよね、いっぱいあるの。松坂牛とかね、いろいろね、和牛ね、いろんな種類があるんだね、お肉もね。うん、高いお肉食べるんですかって。うん、これね、これね、うん、あれ閲覧すごいなって。そうですか、黒猫ちゃんあ、閲覧といるんですか。ああ、492人ね。ありがとう。ありがとうございますね。ね。フライパンの野菜は、忘れてるかな。この人、老人って、老人ですよ。はい。ピタピタって、ハム太郎さん。うん、りんちゃんが、うん、息子さん、優しいねって、ありがとう。うん、ありがとう、こぶちゃん、あいはらって、向こうにいる、向こうにいるよ。うん、あ、そんなにいる、一重百千、あ、そうなんですか。あら、こっちのと向こう違うの。もう、うん、ね、ありがとうございます。皆さんありがとうございますね。ありがとう。うん、ああ、おばあちゃんだからね、そんなにね、食べられないよね、肉ってもね。うまいけどね、うまいけど。あ、おじいさん食うかい。いや、いらない。あ、もう寝るん。食べてきたんかい。うん、半額のスーパーの寿司はどうするん。うん、うん、うん、おいしい。うん、しんごさん食べないのって。うん、しんご食べるよ。うん、後で食べるんかもね。うん、うん、何があっても、何だろう、見えねえんだよね、字がね。よしえの味方、ありがとう、ゆうせいちゃんね、ありがとうね。ゆうさん、よしえさん、おいしそうに食べるね、なんか嬉しいって、ありがとうございます。食べてるの見たら嬉しいって、ありがとう、ゆうさん、ありがとうございます。ありがとう。本人がどっちか米売ったんだねよって。ほら、しんご今ここへ米売ったね。うん、美味しいですね。これなら捨てあれないね。なんて言うんだっけ、あれ、ハイカラ亭って言うんでしたっけ、焼肉屋あるよね、あそこよく連れてってもらったけどね。あれね、
最近行けなくなったからね、うん、あ、久美子ちゃん、ゆせさんこんばんは。夕食食べてるの？お肉だねって。そうなんですよ。 KP5 個ありがとう。久美子ちゃんありがとうございます。お肉食べてます。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございますね。ありがとう。ピーマンとかあネギをあるのにって、そんなに食べられないよ。ピーマンもネギもあるよ。あのね、えのきとね、人参とね、あれやったの、なんだっけ、玉ねぎと、あとはなんだっけ、ほら、あのキャベツ、ピーマンとネギ、それもやるの。だって皿に乗り切んないよ。うん、肉と米量、うん、何、エリンギやったよ。エリンギやったよ。美味しいよ。だからあれだよ、いっぱいだよ。これお皿に盛ってあるじゃない、綺麗にね。盛ったんだよ、綺麗にね。だからこれ肉すごいね。一パック食べられない、これね。まだあるんですよ。あのなんだっけ、ピーマンとね、あとネギとね、あるんです。エリンギでしょ、これあれ人参でしょ、あとはあれ玉ねぎでしょ、あとこれなんだっけ、キャベツ、これで十分だよね、うん、美味しいね、うん、薬肉がいったようですよね。美味しいです。うん、こちらこんばんは、ナイスしましたって、ありがとうございますね。ありがとう。はやとんぼさんが、あら、あまちょこちゃん、あら野菜炒めるかなって、うん、あかっぱたいさん、ありがとう。あれぷにぷにちゃん、おやつ食べるんって。 S さん、おいしそうですねって、ありがとうございます。ありがとう。875 U さん、ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう。おじいさん来たよ。誰か来たね、誰か来たって。ヤクルト飲み来たんじゃないんかね、多分ね、ヤクルトだと思うよね。そう、ヤクルトかい？ヤクルト飲むの？あ？肉いらないんかい？肉を焼いてやれよ。うん、今度ね、うん、何ですか？また来たね、食べるのって。無視ひでなって、ヤクルト。ヤクルト飲み来たんだよね。ヤクルトね、そうなのよ。ヤクルト飲み来たね。おいおい、汚いからこういうとこをつけねえでよ、袖を野菜に。そんなデリケートなんかよ。あ？何？うん、藤間と店長さん、あら。あ、カッパタイさん、ありがとう。ジャンボちゃん、うーんって、うん、何言ってるの、聞こえねえやって。そうだよね、うん、またそこに置く。そう、何でもこう置くんだよ。私片付けんだよね、いつもね、うん、そうね、そうなんだよね。これあ、これ一パックも食べきれないね、やっぱりね。でも美味しいね、お肉が全然違うね、うん、うん、無理しないでね、ありがとう。プニプニしちゃうね、うん、無理できないね、な、食べられないもんね、うん、ね。でも焼肉屋さんに行くぐらい美味しいね。おい、じじ、見たい、チロチロするなって。つんぼたつおさん、ね、しゅうちゃん、食べに来たってね、うん、食べに来たよ、うん。お茶も飲んでね。ありがとう、ありがとうございます。はい。
お茶もね、フィンゴで開けてもらったんですよ。ね。よいしょ。そう、どっこいしょ、どっこい。あー、お腹いっぱいになっちゃったね。なんかね、お腹いっぱいだね、うん。あ、ゆうとくん、ありがとう。メガホンにこう、ありがとうございます。あらあらあら、お茶こぼしちゃった。これ押したらお茶がこぼれた。ペコペコしてるさ、こういうあれはね、こぼれますね。しっかりしてないとね。こぼしちゃったよ。ね。おいしいけどさ。なんかね。お、ダメだ。垂らしちゃっちゃね。綺麗好きだからダメだね。待ってくれ。寝るんだらお電気してくんないね、おじいさん。寝てて電気いらねえよ。お腹いっぱいになった。妖精さん、もう、何ですか？何だろう、わかんない。もう900ナイス。あ、900ね。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございますね。ありがとう。ね。ああ。あ。だからね、これね。美味しいですよ、でも。ね。うん、野菜も美味しいね。うん、お肉いっぱい余りましたね。ありがとう。大丈夫、ありがとう。おばあさんだからね、ダメだよね、うん。あ、秘密のプラセンタさん、ありがとうございます。盛り上げ。お暖房つける。暖房消していいよ。私、こっちについてるから。いろはちゃんが、お茶、お茶だよね。むせちゃうね。ありがとう、ありがとう。むせますね、やっぱりね。ああ、いっぱい食べたな。やっぱりね、そんな食べられないね。ね、おばあちゃんはね、みんな食べないんですかって。うん、もっと食べるかい？食べる？ね、うん。ね、焼くかね？じゃあ、今少し焼こうか。ね。美味しいよ、でもね。今少し焼いてみるかね。ね。焼けたのをさ、こっち取っとけばいいよね。タレにね、これね。これ焼けたのさ、焼けたのさ、こっち取っといてね。もうね、今少し焼いときましょうね。エリンギとね、人参も柔らかくなったかな。人参まだ硬いな。人参は硬い。ちょっと火が強い。火が強いと跳ねる。跳ねるの。跳ねるよ。これ一パック食べるの大変ですね。ほんとね、一人で一パックってはきつい。トイレ一パックきついですね。よいしょ、ね、
硬いわ。人参まだ硬い。人参硬い。ピーマンもあったんかい。まあ後で使えば。一パックでも食べてみるか。ね。一パック食べちゃうかな。ね。二パック焼こうと思ったけど、そんなに食べないんですね。よいしょ。よっこいしょ。色がちょっと変えればいいんかね。あまり焼きすぎると良くないんでしょう、こういうのはね。あまり焼きすぎると良くないよね。エリンギ、エリンギやるか。玉ねぎも、玉ねぎ美味しいですね。玉ねぎ美味しいね。よし。キャベツは割とあれでね、早く焼けるくらいにね。もう焼けた、焼けた、焼けてる。よし、こんなもんかな。焼けてる、焼けました。よし、あ、人参も焼けてる。人参焼けてる。人参硬いからね、結構入れといた方がいいね。1パック食べちゃうね、ちょうどね。ほら、あと今少しね、あとね、あと2つ、1パック食べちゃうね。よいしょ。まあ、跳ねてるな、やっぱりな。よし、これでちょっとストップ。いっぱい焼けましたから食べますね。ありがとうございます。あいた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 。ああ、よかった。今よじけちゃった。椅子のないとこへ座ったらね、危ないかんね、ドデンとなっちゃうかんね。今よろけちゃった。やっぱりね、足がね、ダメだね。
ちょっとあったかいの着ようか。寒くなってきた。ああ、じゃああれかな。皆さん、ナイス、ナイス、よろしくお願いいたしますね。皆さん、ナイス、ナイス、よろしくお願いいたします。ありがとう、ありがとう。ナイスが増えるぞ、ミスタードーナツ。ナイスが増えるぞ、ミスタードーナツ。ナイスが増えるぞ、ミスタードーナツ。よろしく。よろしくお願いいたしますね。よろしくお願いします。あとは、気をつけないで火をつけろって。そうだね。いつのドーナツ？これまだ買ってきたばっかりよ。これ古くないよ。うん、火消したって。うん、あ、りんちゃん消したよ、消したよ。うん、今ね、うん、そうなのね。あ、ゆうさんありがとう。942ナイスですね。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございますね。あ、リトルミーちゃんもありがとう。ナイスしましたって。ありがとうございますね。ありがとう。ちびまめちゃん、食べないと冷めるよって。そうですね。ありがとう。そらちゃんが、よっちゃん、ラブって。ありがとうございます。ありがとうね。はい。食べますね。食べるからね。ありがとう、ありがとうね。ね、じゃあ向こうの方、じゃあね、あるるるる、あ、こうじゃねえやない、あるるるる、あるるるる、ナイスを押してくれ。押したら消さないでね。ナイスが、たんねー、ありがとう。皆さんありがとうございますね。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございますね。あ、妖精さんこんばんはって。あ、りょうちゃんいつもありがとう。たんねーって黒猫ちゃんね。あ、ありがとう。たんねーってね。そう、ありがとうございますね。もう一回やっちゃおう。うん、ある、うんとね、閲覧の方がこれかな、450、5名さん、6名、8名さん、これがそうなの？ここにあるがそうかな？向こうと違うからね。どうなのかな？うん、ね、ありがとう。ナイスしたぜって。ありがとう。ゆうさん、ゆうだねって。藤本ちゃん、藤本店長さん、はじめまして。の、のぎこさん、初コメの方、ありがとう。のぎこさん、よろしかったら、よろしかったら、ナイス、ナイス、よろしくお願いいたしますね。ありがとう。りょうちゃんもありがとう。いつもありがとうね、りょうちゃん。うさまるちゃんもありがとう。焼肉できましたか？冷めると硬くなるよ。あ、そうだね、できてるよ。今ね、ここでね、食べるの。ね、ご飯食べてんだよ。これ食べてる。ね、焼いたの。ね。ちょっとかね、あ、本当ね、美味しいですね。ありがとう、ありがとうね。うん、え、美味しい。人参、これ人参ね。うん、あ、なんかに焼肉屋さん行ったような味ですね。ね、美味しいですよ。え、ね、え、900、うん、900ないですよ。あ、ピカソさん、ピカソさんもありがとう。うん、のいこちゃんもナイスしましたって。ありがとうございます、ありがとうございますね。皆さんありがとう、ありがとうね。美味しいです、とてもね。皆さんに見せて食べちゃご悪いようですね。ね、ごめんなさいね、ごめんなさい。美味しいですよ、お肉が。うん、タレ、あ、何って、タレ、タレね、モランボンのね、焼肉のタレっていうの、これ、うん、うん、これね、
はい、ね、モランボ。エバラ黄金のため、タレ、フルーツ、ね。私こっちをつけたの、これ。古いやつ、これもったいないもん。これさっき使った方がいいから、死後はあるのにめっちゃこう買ってくるのね。私はね、モランボン。モランボンの焼肉のね、炭。これ、韓国のね、こっちをつけました。死後が買ってきたのは、こっちですね。エバラ黄金の味。フルーツ、焼肉のタレって言うんですね。私ね、前の使ってから新しいの使うね。こういう嫌なのね。うん。ほら、辛いですって。ほらの、すごい。つんぼたつおさん。ね。ありがとう、つんぼさん。人妻さん。ね。たみぴちゃん。古い方からねって。そう。私、そうだよ。無駄にしないよ。だって買ってきてすぐこっち。まだね、3本ぐらいあるんだよ、この中に。3本も入ってるし、また買ってきた。ね。そういうのダメだよね。ね。よく噛んで食べて、ゆっくりねって。ありがとう、うさまちゃん。ありがとう。つんぼたつおさん。ね。あきみちゃん。つんご、企画。ね、うん。頑張ってるわねって。うん。ね。そうだね。ほら。企画ね、うん、三沢さん、春号あって、うん、自分の部屋にいるよ、自分の部屋に、うん、いるよ、ね、うん、なんか、なかなかね、丸飲みしちゃ困るからね、うん、よく噛んでないとね、はい、ありがとうございますね、皆さんね。ナイス、ナイス、よろしくお願いいたしますね。ナイス、あ、ありがとうございます。りょうちゃんが何？よせいちゃん、あ、しんごさんお誕生日おめでとうございます。これからね、これは、うん、運気上がりますよ。祈っております。パチパチって、ありがとう、りょうちゃん、ありがとう。お前がお前がお前がアラブの石油をウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、トーマス・ヨシありがとうございます、ありがとうございますね、慎吾の慎吾にね言っときますね、りょうちゃんありがとう、ありがとう、まさのちゃんがああ言っちゃったね、ピカスさん、りょうちゃんってね、ピスズマさん、花火ナイス、藤間と店長さん、パチパチってね、うん、りょうちゃん、さすがってね、ありがとうございます、ありがとう、うん、うん、まだ噛んでる、なかなか食べきんないね、うん、美味しいよ、うん、噛みきれない、ね、皆さん、ね、よろしく、これじゃ言えないね。これガムみたい。ガムみたいで噛めない。おばあさんだからね。いっぱい。ね。丸飲みして喉に使えたら困るからね。うん、ね。ありがとう。うん、お祝いラインも、うん。怒らせてもらいました。ありがとう。りょうちゃん、チョコ。ありがとう。ありがとう。チョコもありがとう。りょうちゃん。いろいろ。ありがとうね、りょうちゃん。りょうちゃん、うん。ハートチョコ、ありがとうございます。ありがとうございますね。りょうちゃんもお仕事中でしょ？休憩だよね、まだね。ありがとうございますね。ありがとう。ね。ありがとうございます。ね。ゆうさん、ありがとうございます。で、ハートチョコ、で、ありがとう。三田園さんもね。りょうちゃん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございますね。本当ありがとうね。花が五時さん、家に火をつけた時のなんだよこれ、わかんない、黒猫ちゃん、妖精さん、おいしいって、うん、おいしいよ、なんかね、黒猫ちゃん焼肉屋さんに行ったような味ね、うん、
美味しいですよ。やっぱり高級なあれだからね。ね、松坂牛とかいろいろなね、あれなんだよ。ね、ほんと。ようちゃん、少しだけ休憩です。あ、そうですか。大変ですね。はい、ありがとう。あ、しんさんが、しんご、誕生日おめでとうって。ありがとうございます。じゃあ、こちら。あ、にゃんこちゃん、にゃんこちゃん、にゃんこちゃん。にゃんこちゃんの爪、ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう。こちら、300、これイスラムかね、300何人だろう、これ見えないんだよね、うん、あ、ヨセさん1日1000ナイスね、目指して配信されてます。皆さん右下のナイスを押して応援よろしくお願いいたしますってりょうちゃんが言っていただいてます。ありがとう。 ありがとう。ジューナリスですねって。そうなんですか。ありがとう。991ナイスね。ありがとうございます。ありがとう。皆さんありがとうございます。ありがとう。アリーさんもこんばんは。いつもありがとうございます。ありがとう。ゆうさん364。あ、そうなんですか。ありがとう、うん、364名さんの閲覧の方、よろしかったら、よろしかったら、ナイス、ナイス、よろしくお願いいたしますね。皆さん、よろしくお願いいたします。ね、私もね、頑張ってますけどね、追い抜かれたり、抜かれたり、あのね、勝ったり、次から次、ちょっと心を痛んでおります。この際皆さんぜひぜひ私を助けてください。ありがとうございます。ありがとう。本当にね、地震、あら、こざちゃん、あら、地震大丈夫。あ、そう、北海道ね、昨日ね、大変でしたよね。本当だよね、皆さんね、ありがとうございますね。本当ですね。ああ、あら、あら、しんごちゃん、お誕生おめでとうって、七市の係長、ただの花火師さん、ありがとうございます。ありがとうございます。お前がお前がお前が、アラブの石油王、ウィンドズ、ビル・ゲイツ、ソートバンク、孫正義、ありがとうございます。ありがとうございます。花火、ありがとうございます。七市の花火師さん、ありがとうございます。ありがとう。ね、今夜はお祝い、何ですか、うん、焼肉パーティーですね。そう、りょうちゃん、うん、あ、KP、ありがとうございます。ありがとう。かりんとうさん、ナイス。みさあさん、ナイス。ありがとうございます。ピカスさん、千ナイス。あ、千一、フジマート店長様、ありがとうございます。千おめでとうございますって、ありがとうございますね。千ナイス、ありがとうございます。ありがとうございますね。ほんと、ありがとう。1000行きました。はい、ありがとうございますね。ありがとう。あ、ね、美味しいです。美味しいね、焼き、あ、あ、ビデオ藤沼様、ありがとうございます。ありがとうね。見えない、ありがとうございます。藤沼さん、ありがとうございますね。さくらちゃん、メガホン10個、ありがとうございます。りょうちゃん、ハートにゃんこちゃん、ありがとう。フラワーさん、ナイス、ありがとう。黒猫ちゃん、猫、あ、猫ハートさん、ありがとう。黒猫ちゃん、ありがとう。ハートのにゃんこちゃん、ありがとう。まったりおばあちゃんが、よせさんこんばんは、ナイスをしましたって、ありがとうございます。食べ終わったって、まだある、うん、まだあるよ。花川五次さん、板場嵐の時の、なんで武勇伝も聞きたいな。ありがとう。おじいまるちゃん、ばあちゃん、こわつ、うん、地震、3度でした。あ、なんかまた地震あった。あら、あら、大変だね、うん、ハートにゃんこちゃん、ナイスってね。パンの耳さん、こんばんは、ナイスしたよって。初コメの方、ありがとうございます。初コメの方、ありがとう。ビデオ藤沼様、お母さん元気が一番、ナイス、ありがとうございます。ビデオ藤沼様、ありがとうございます。いつもありがとう。
おじまるちゃん、よしえさん何歳、うん、75でございます。75ですね。ありがとうございます。ありがとう。ゆうさんが、こたっちゃん心配してたよって。そうですよね、うん、ね、昨日ね、北海道ね、こたっちゃん、ゆうさん、ありがとうございますでね、そうですね、うん、こちら308名さん、あ、七瀬のふわっちくん、しんごくん、お誕生おめでとうございます。ありがとうございますね。こちら、こちらのハートにゃんこちゃん、ニコ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう。ありがとうございます。まだ食べきんない。ね。エリンギ、エリンギ。ね。こんだけね、一パックでも食べちゃうね、私ね。すごいね、一パック。ね。なんか、まだ食べますね。ね。うん、おいしい。うん、あ、あ、あ、しんごくん、お誕生おめでとう。ありがとうございますね、ひとすまさん。風船、あら、風船、あら、50個だったかな。ありがとうございます。ありがとうございます。もこもこ、ありが、あかりさん、今度は鈴間さんじゃなくなったのかな。ね、うん。パンの耳さん、前にある夕食ですかって。何かなって。前にある夕食。これ、あのね、今ね、焼肉食べてんの。焼肉焼いて。ね、焼肉、焼肉食べてる。ね。お茶で見えないかな。それとか茶でいい。ね。おいしい。おいしいね、やっぱりね。焼肉ね。たまにはいいですね。ね、うん、たくさん食べましたかって。あ、そうですね、一パックね、ある程度ね、食べますね。あとね、ここにちょっと残ってるだけよ、これね、これだけ一パック食べましたよ。あと何パックもね、冷蔵庫にしまってあるからね、これからね、冷凍しとかないと傷っちゃうね。みんな食べられないね。ね。うん、よしえさん、おいってなる。うん。すごいですね、ってカッツンコ。ありがとう。お肉がいっぱいだよね。はい。ね。ああ。お腹いっぱいになってきた。ご飯食べなくてもね、お肉だけでね。あ、Cさんが、ありがとうございます。ハート花火、ありがとうございます。Cさん、ありがとう。お前が、お前が、お前が、アラブの石油王、ウィンドゥズ、ビル・ゲイツ、ソートバンク、ソンマセス、ありがとうございます。ありがとうございますね。ハート花火、ありがとうございます。ありがとう。いつもお母様に、ありがとう。いつもお母様が、ナイスをしていただき、ありがとうございます。ありがとうございますね。本当ありがとう。じゃああれだよね。お母様の好きな歌歌いますね。ね、お母様ね、いつも歌好きなんですよ。ね、ゆうさんが花火ナイスってありがとうございます。こたちゃんナイスしたよ。ありがとう、ありがとうね。うん、じゃああれね。うん、うん、岸田首相と安倍首相どっちが好き？いやー、難しい質問ですね。うん、ね、難しいね。うん、ね、あ、安倍さん、安倍さんはね、長く総理やってね、国葬でしたね。ね、今岸田さんが頑張っておりますね。ね、岸田さんもね、真面目でね、あれですね、大変な時期に総理になって大変ですよね。うん、ね、大変です、皆さんね、うん、そう思いますよ。ね、うん。
じゃあね、あの C さんのお母さんの好きな歌歌いますからね、よろしくお願いしますね。皆さんね、295名かな、299名さんの閲覧の方、ナイスナイス、よろしくお願いいたしますね。ありがとうございます。じゃあね、完璧の母歌うね、お母様の好きな歌ね、お母さんも80ね、私より上ですからね、いつもね、そうなんですよ。じゃあ歌いますね、ありがとうございます。じゃあね、はい、はがはわきましみた、今日も来たこの岸壁に、今日も来た届かぬ願いと知りながら、もしやもしやに、もしやもしやに、ひかされて。ありがとうございます。じいさんのお母様、いつもありがとう、ナイス、ありがとうございます。じゃあお父さんの好きな歌も歌いますね、ありがとうございますね。じゃあね、清水港の名物はお茶のお香りと男だがって見たかが聞いたがか、あの短歌粋なこまさの、粋なこまさが、あの旅すがあった。ありがとうございます、ありがとうございましたね、Cさんのお母様。あら、おばあちゃん焼肉どこって、ありがとう KP、 ありがとう。焼肉、焼肉ここにあるよ。あら、お肉見せなかったかしら、見えない、見えない、おばあちゃん、おばあちゃんここよ、ほらお肉が何パックもあるのよ、まだ冷蔵庫いっぱいあるのよ、見える、見えるね、まだよ、あれ5つぐらいこの中しまったよ、いっぱいあるんだよ。ほんでここでね、フライパンで焼いたの今ね、ほんでね、自分の皿にとって食べてるんよ、食べてるんよ、これね、ここ食べてますよ、一生懸命食べてますね、どうでしょう、こっちはお野菜、こっちはお野菜ね、こうお野菜ね、ほらお野菜こう焼いて、ここで焼いて食べてるね、いっぱい食べたよ、うん、こちら1週間もう漏れやなって、1週間肉もう漏れやなって、そう1週間も食べられるよね、うん、ここってね、藤間とふいちゃんね、 KP ありがとう、 KP、 あ、お刺身のお母様よしえさんありがとうって、とんでもないです、いつもありがとうね、ナイス、お母様ありがとうございます、ありがとうございますね、お肉焼いて食べてますお母様ね、ありがとうございます、いつもありがとう、ありがとうね、美味しいですよこれ、うん、ね、慎吾も食べる、うん、慎吾も食べます、はい、あ、ゆきちゃんありがとう、たくさんのお肉ですねって、そう KP2 個ありがとうございます、ありがとうゆきちゃん、ありがとうございます、うん、ゆきともちゃんありがとう、ありがとうね、まだ食べてるね、あー、いっぱい食べてね、
ご飯食べるとお肉がね、あんまり食べられないね。やっぱり肉ばっかり食べた方がいいのかな。でも太るよね。やだね、太ってね。もう太ってるからね。うん。うん。うっちゃん、ナイスしました。ありがとうね。ナイス、ありがとう。いっちゃん、ナイス、ありがとう。ひさみんちゃんもナイスしました。ありがとう。まるちゃん、おいしそうです。ありがとう。まるちゃん、いつもありがとうございます。おいっぱいですね。お腹いっぱい。ね。本当ですよ。くりちゃん、今日、つんこの誕生日って、そうなんだよ、くりちゃん。ね、くりちゃん、ありがとうね。いつもありがとう。うん。いったん食って、しんごと一緒に食べたら、誕生日だから。うん。うん。しんごね、あとで食べる。絶対、ここに来れねえから、しんご。来れない。ね。大丈夫ですよ。大丈夫。頑張っちゃう、頑張っちゃう。頑張り頑張る。すいません。うん。一緒にね、食べればいいんだけど、こっち来れないからね、あの子ね。相原は食べない。食べない。慎吾がね、今日ね、こういう企画してくれたのよ。うん。私のために。ね。ありがとう、ゆうさん。ありがとうございます。ありがとう。今日は慎吾の誕生日。そうなのよ、クリタン。うん。37よ、うん、お肉好きですかって、うん、おいしいね、うん、兄さんね、おいしいです。はい、総合サインまでもう少し、あ、やっぱりねもっとあれね、サインまでね。ありがとう、ありがとうね、黒猫ちゃん、ありがとう。でも明日までやられちゃうからね、向こうにね、なんか企画しないとね、ナイス増やさないとどうしようもないよね。うん、こちら、うん、ようちゃん、よせいさん、いつもありがとうございます。とんでもないです。こちら、ハートにゃんこちゃん、ありがとう、ありがとう。ようちゃん、ありがとうございます、ありがとう。花柄、うん、ごじさん、社長の席って。ひさみちゃん、最近よせいさん気になりなりますって。そうですか。梅たん、今日は慎吾さんのお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます、ありがとうございますね。はい、ありがとうね、うん、ありがとうね、うん、ハートにゃんこナイスね、ありがとうございます、ありがとうね。これはあれかな、271名さんの閲覧の方、よろしかったらすいません、ナイスナイス、よろしくお願いいたしますね。ありがとう。ありがとう、クリタン誕生プレゼントにナイス、ありがとうクリタン、ありがとう。慎吾にね、ありがとう、ありがとう、ナイス、ありがとうございます、ナイス、ありがとうね、クリタン、ありがとうございます、ありがとう、ナイスナイス、増やしております、ありがとうございます、ありがとう。あ、ララちゃんもこんばんは、こんばんは、ララちゃんこんばんは、いつもありがとう、ありがとうね。刺身でなく焼き鳥だねって、焼肉だねって、そうなの、うん、Cさんのお母様、うん、焼肉もいいねって、そうですね、たまにはいいよね、お母様ね、うん、そうだよ、うん、あ、りょうちゃんお仕事もう、うん、頑張ってねって、ありがとう、りょうちゃんありがとうございます、ありがとう、うん、あららちゃん風船ありがとうございます、ありがとう。あ、りょうちゃんいつもありがとうございますって、ゆうさんって、うん、もうお仕事戻るんですね、りょうちゃんありがとうね、ありがとうね、休憩中大変だね、いつもね、ありがとうございます、りょうちゃんありがとう、本当ありがとう。梅たんが今日は1000超えてるんですね、ナイスをしましたって、ありがとうございます、ありがとうございますね、梅たんありがとう、ありがとうね、ありがとうございます、ありがとう皆さん
ね、嬉しいですね。ありがとうございます。262名さんの閲覧の方、よろしかったら、よろしかったら、ナイス、ナイス、よろしくお願いいたしますね。ありがとうございます。ね、ナイスね、増やしたいんですよ。ありがとうございますね。こちら、こちらね。ナイスが増えるぞ、ミスタードーナツ。ありがとうございます。ナイスが増えるぞ、ミスタードーナツ。ナイスが増えるぞ、ミスタードーナツ。ナイスが増えたい、ミスタードーナツ。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございますね。皆さん、ありがとうございます。ありがとう。じゃあね。ナイスが、これナイスかな、この下のがナイスなかな、今ナイス、このナイスかな、これ向こうとこっち違うかんね、こっちは見る方だからね、お肉の、何ですか、前配信して、何、高級そうなお肉の前で配信していいんですねって。そうだね、あら、あ、そうなん、増えたよって、ありがとう、藤間と店長さん、ありがとう、1063ナイスね、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、ね、増えた、よかったな、ほら、ひさみんちゃん、フォローはどうですかって、あ、フォローしていただけます嬉しいですよ。ありがとうございます。ね、こちらこそ。よろしく、しさみんちゃん。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。開けたの風船。ありがとうございます。れいちゃんがナイスしました。って、ありがとうございます。ありがとうございますね。皆さん、ありがとう。秘密のプラセンターさん、盛り上げにゃんこちゃん。ありがとうございます。にゃんこちゃん、にゃんこちゃん、にゃんこちゃん。にゃんこちゃんの爪、ありがとう、にゃんこちゃんの爪、ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとうね、あとあれかな、にゃんこちゃんナイスね、こっちは読むんかな、向こうがカメラ台ね、セッティング台ね、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。じゃあちょっとね、また食べますね、結構食欲あるんですよね、あんまりね、いつも食べないからね、これエリンギ、エリンギ、手がブルブル震えてるの、もうおばあさんだからね、おいしいですね、おいしいね、おいしいです、とてもね、はい、まだ、あ、どん兵衛さん、あ、こんばんは、よせいさん、こうが豪華ですねって、はいね、いっぱいお肉なんですよ、どん兵衛さん、いつもありがとう。マカロンちゃん、おっしゃパルパル抜いたぞ、すげえ、パルパル抜いた、抜いてもね、また明日よ、またこっちがね、負けちゃうのよ、向こうがやるとね、だから差つけとかなくちゃダメなのね、あの人強いからね、今パルパル抜いたの、そう、マカロンちゃん、ありがとう。夜はね、抜くんだけどね、昼間になるとまた抜かれるんだよ、いつもそうなんだよね、あ、ありがとう、ね、KP ありがとう、かおちゃん、かおちゃん、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。ゆうさんがすごいねって、あ、ちんちゃんだ、よせいさん、あら、消えちゃった、ちんちゃん消えちゃった、ごめんね、ちんちゃん、いつもありがとう。パルパルは確かに強い、そうだよね、だってさ、昼間パッてやってさ、2時間半で1000いっちゃうんだよ、だからね、
また負けるよ明日、うん、夜は勝ってもねちょっとの差だからね大変なんだよ、うん、ね、もうお腹いっぱいまた抜かれちゃうのよね。そう、黒猫ちゃんの言う通りなのよ。夜はねこっちが勝つけど向こうは2時間半ぐらいやってもう仙台スクール行っちゃうんだからね、うん、いつもねあのお昼頃や2時間半ぐらいやる。おうと抜かれるん、いつもその繰り返しね。だからねそう難しいね、ほんとね、うん、こちら秋永さん、お肉美味しかったですかって、はい、ナイスをしましたって、ありがとう。そうなんだよね、黒猫ちゃんの言う通りなのよね。そうこちらね、うん、あ、秋永さん、うん、ナイスをしました、ありがとう。花が五時さん、あの DB には負けてほしくないねって、ありがとう。あ、そうだよね、あの DB って言うんですか、あの人ね、なんかね、でもすごいですね、炎上しててね、うん、ちんちゃんグッとしたよって、あ、え、なんですか、ちんちゃん消えちゃった、ごめん、差をつけない、え、よせいさんこんばんはって、 うなばちゃん、よせいさんかわいいって、ありがとう、ありがとう。のだめさん、よせいさん、リスナーさんこんばんは、お疲れ様です、ありがとうございます、ありがとう。ちんちゃんが、え、うん、豚野郎パルパルに勝ってって、うん、ありがとう。ちんちゃん、私も 勝ちたいんだけどさ、明日また昼間になるとまた私が4位になるんだよ、いつもそうだよ、うん、ね、難しいね、そんな差をちょっとつけるってね、うん、うなばちゃんね、ゆうさんこんばんはって、のだめさんこんばんは、うなばちゃんがナイス線はすごすぎるって、うん、もっとすごい人いるんだよ、うなばちゃんね、2時間半で線ナイス取っちゃう人いるんだよ昼間。だからその人とね差をつけたいんだけど、どうしたらつくんかなと思って、うん、でもね、無理にしないで頑張ってね、無理しないで、うん、そうだね黒猫ちゃんね、そうだよね、うん、チキンハートこれ1人分でね、ありがとう、うん、ゆうさん、ゆうこんばんは、お元気ですかって、うん、自分のペースで行こうって、そうだねタヌちゃんね、うん、そうだね、うん、うなべちゃんが、しんごどこにいるのって、うん、自分の部屋にいますね、はい、ね、こちら、いつもありがとう、じゅんちゃん配達トラックさん、いつもありがとう、こんばんは、ナイスポチ、ありがとう、いつもお疲れ様って、こちらこそ、いつもありがとうございます、じゅんちゃん、ありがとう、ありがとう、みーさん、みーさん、みーさんこんばんは、お疲れ様ですって、あ、 うなばちゃんが猫いいね、あ、ありがとうプレゼント、ありがとうございます、うなばちゃんありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、ありがとうございますね、ありがとう、あ、ありがとう、これゆりこさん、よすえって、お肉を食べ、お肉食べた、食べたかなって、うん、食べたよ、うん、食べた、うん、え、花柄ごじさんが、息子さんによろしくお伝えください、誕生おめでとうって、ありがとうございますね、花柄、ごじさんありがとうございます、ありがとう。お前がお前がお前がアラブの石油王、ウィンドズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、ソンバセス、ありがとうございますね、花火ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、フジマート店長さん、パチパチ、ありがとうございます、ありがとうございますね、また食べますね、ありがとうね、めっちゃ食べてるよね、ありがとうございます、これタレが多すぎちゃったよ結構ね、うん、
うん、おいしいね。お腹いっぱいになったね。ありがとう。あ、お風呂行ってきますって、ありがとう黒猫ちゃん、また来ます、後でねって、ありがとう黒猫ちゃん、ありがとうございます、ありがとう。うん、まるちゃんが、よせさんこんばんは、お疲れ様ですって、ナイスをしましたって、ありがとう。まるちゃんもいつもありがとうございます、ありがとうね、まるちゃん、ありがとう。うん、こちらはまさこちゃん、慎吾の誕生おめでとう。食べきれないかなって、そう、食べられないよねこれね。うん、慎吾さんの、うん、うん、企画、うん、配信企画ですかって、はい、そうですよ、はい、野田さん、そう、あの子がやったね。うん、慎吾さん、吉江さん、皆さん、明日5時起きなので寝ますって、あ、おやすみなさい、ありがとうございます。みーさん、ありがとう、ありがとうございました。あ、明日、あれだよね、お医者さん行くんだよね、みーさんね。うん、トッシーさんが、チンゴケーキ食べたって、ケーキ、うん、食べない、ケーキ買わない、あの子買わなかったよ、はい、食べない。うん、でもね、私誕生日なんかやらないよ、チンゴに。うん、でもこれほらね、企画の、ナイスの企画やったわけね。うん、あの子がね、はい、そうなんですよ。うん、黒猫さん、また後でってね、またねって、ありがとうございます、ありがとうございますね。うん、みーさん、ご病気ですか、大変ですねって、おやすみなさいってね。うん、店長さんがね、うん、タコちゃん、子供6人いるから毎日バッタバッタだよって、あ、6人さんもあれなんだ、お子さんいっぱいね。うん、でもね、バタバタでも大きくなってはね、うん、助かるよ、いろいろしてくれるよね、いいね、育てるときは大変だけどね。うん、まるちゃんが、よしナイスしたよって、いつもありがとう、まるちゃん、ありがとうございます、ありがとうね。アンプリアさん、よせさんこんばんはって、あ、いつもありがとう、アンプリアさんこんばんは、こんばんは。しおんちゃんが、うん、あら消えちゃった。さなちゃん、さなちゃん消えちゃ、消えちゃったよ。うん、こたちゃんじゃねえ何、こたちゃん、タコちゃんじゃないよってね、よせさんです。あら、ごめんね、マカロニさん、ナイスの何かけご飯もお願いします。そうだよね、うん、そうだよね、コタちゃん、割りにくいかって、うん、割りにくいかって、うん、そうだね、うん、途中ですかって、うん、もうね、焼いたんですよ、結構食べたよ。うん、ナイスね、そうだよね、ナイスよね、ダメだよね、うん、本当だよね。うん、皆さん、251名さんいるんかな、今週デイサービス行けそうですかって。うん、足をねちょっと見ないとね、人妻さんね、まだね、傷がね、傷によってね、はい、行ってきたんですけどね、まだ今日薬塗ってないんですよ、はいね、タコちゃんって言ってだって、ありがとうね、そうだね、うん、ありがとう。まだちょっとわかんないね、傷の具合でね、しみるとよあれ大変ですからね。そうですね、うん、ね、皆さんすいません、あの、ナイスナイス、よろしくお願いいたしますね、ありがとうございます。あるるるる、
あるるるる。ナイスを押してくれ。押したら消さないでね。ナイスが、タネー、タネー。ね、ありがとうございます。ありがとうございますね。よろしかったら、よろしかったら、ナイス、ナイス、よろしくお願いいたしますね。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございますね。じゃあね、うん、歌でも歌おうか。ね。ね。こちら、うん、え、何ですか、黒猫さん、私が来たからごめんなさいねってブロックしていましたからって、いや、そうじゃないでしょう、大丈夫ですよ、うん、大丈夫だよね、ありがとう、ありがとうね、うん、ありがとうございます、ナイス、ナイス、よろしくお願いしますね、歌でも歌おうかね、ナイスもらうように歌おうかなね、私もね、ナイスね、こんだけいただいてるんですけどね、もっと強い方がいるんですよね、2時間半で1000ナイス行く人いるんですよ、今は3位でもね、明日また4位になっちゃうの、その繰り返しなんですよね、私も一生懸命頑張ってるんですけどね、はいね、ありがとうございます、もしよろしかったらナイス、ナイス、よろしくお願いいたします、ありがとうございますね、じゃあ倍賞千恵子さん、下町の太陽を歌いますね、ありがとうございます、ありがとうね、ね、下町の空に輝く太陽は喜びと悲しみ映すガラス窓、心の痛むその朝は足音しみる橋の上、ああ、太陽に呼びかける、ナイス、ナイス、よろしくお願いいたしますね、よろしくお願いします、いくらか少しナイスを貯めないとね、ちょっと難しいんですね、ありがとう、素晴らしい、ありがとうございます、あ、皆さんありがとう、ありがとう、エリピちゃん素晴らしい、ありがとうございます、いつもありがとうございますね、ふいちゃんありがとう、いつもありがとう、マカロニちゃん、あ、ナイス、あ、ナイスね、そうだよね、うん、ありがとうございます、お肉食べたいってこたっちゃん、ありがとうございます、ありがとうございますね、うん、じゃあね、何の歌がいいかな、あとはね、美空ひばりさん、ケーキのいいとこであれ歌うか、じゃあね、うん、あのお祭りマンボ、お祭りマンボ、皆さんよろしく、よろしくね、1ナイスでも2ナイスでもよろしいですから、ぜひぜひナイスよろしくお願いいたしますね、ありがとうございます、ありがとうね、私の隣のおばさんはチャキチャキ江戸っ子、祭り騒ぎが大好きで、ねじり鉢巻き揃いの浴衣、雨が降ろうが槍が降ろうが朝から晩までおみこし担いでわっしょいわっしょい、検疫をつけろ塩を向いておくれ、わっしょい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 、それそれそれお祭りだ、お祭り済んだその後ね、へそくり取られたおばあさんと家を焼かれたおじさんがいくら泣いても戻らない、いくら泣いても戻
らない後の祭り。おれってひばりちゃんの歌ですね。ありがとうございます。あ、皆さんナイスナイス、よろしくお願いいたしますね。ありがとうございます。ありがとうございますね。ナイス、増えたかな、増えたかな。これじゃわかんないんだよね、向こうじゃないとね、このやつじゃわかんない。ナイスがね、ありがとう。え、あ、ゆうさんそうですか、ありがとう、ありがとう、うん、1140、ありがとうございます。ありがとう、ゆうさん、ありがとうございます。ありがとう。あ、ね、皆さん、ありがとう。あの、閲覧がね、多いとこでお願いしないと、ね、あれ、あの、ナイス、ね、いただけないんで、無理を言って、ごめんなさいね、皆さん。ありがとうございます。ありがとうね。今度は何の歌がいいかな。ではね、何がいいかな。うん、あれだね、うん、何がいいだろう。と、あれかな、景気のいいとこで、あれだよね、うん、東京音頭がいいかな、ね、うん、あとは酔いと負けの歌もいいね、ね、やりますからね。皆さんナイスナイス、よろしくお願いいたしますね。ありがとうございます、ありがとうね。はあ、じゃあね、はい、はあ、踊り踊るならちょいと東京温度、あよいよいと、花の都の花の都の真ん中で、さてさっとなそれよいよいよい、さっとなそれよいよいよい。ありがとうございます。東京温度ですね、いい歌ですね。ありがとうございます。ありがとう。じゃあね、今度ね、愛染カツラもいいですね。ああいう歌ね、いいですよね。津村幸三ね、高石克恵、あ、島倉千代子がいい。アンプリエちゃん、ありがとう。人生いろいろ、ありがとう。難しいんだけどね、この歌ね。うーんなっちゃうけど、いい。アンプリエちゃん、ありがとう。うん、ありがとうね。うん、マツケンサンバ、難しいな。あ、マツケンサンバ。サンバタサンバ、マツケンサンバーつのよね。そこ切るわかんない。ごめんなさいね。ごめんなさい。じゃあね、人生いろいろね。うん、ね。なんだっけ。死んでしまおうなんて思ったこともあるわ。バラもコスモスたちも咲いておしまいと、爪を、なんだっけ、髪を短く切ったり、爪をなんとか噛んだり、なんだっけ、ラララララリラララララリラな、もったわ猫系でしょ若い頃、猫系でしょ若い頃、若さの中には若さがいっぱい、人生いろいろ、男もいろいろ、女だっていろいろ咲き乱れるの。ありがとう。文句が全然わかんないとこはごまかしちゃいます。いつもこんな風です。75になりますと文句が忘れちゃいますね。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ナイス、増えました。そうですか、嬉しいですね。あ、ありがとう。ナイス、増えてます。ありがとうございます。あ、さなえちゃんが、あ、ありがとうございます。あ、増えてますね。ありがとう、さなえちゃん。よしえさん、ナイスしに来たよ。今日はすき焼き、うん、今日はすき焼き、これね、焼肉、焼肉なのよ、さなえちゃんね。いつもありがとう、ありがとうね、さなえちゃん、ありがとうございますね。ありがとう、いつもありがとうね、かわいい顔してね、うん、ね、ありがとう。
ママさん、ありがとうございます。あ、みゆきママさん、ありがとうございます。みゆきママちゃん、ありがとうございますね。ありがとう、ありがとうね。うん、ありがとう。ね。じゃあね、今度あれかな。あ、あっちあれだよね。こっちはコメントだよね。あっちがマイク、あれなんだろうね。うん、なんで今度は歌。じゃあね、いろんな歌を歌うから、ぜひぜひナイスよろしくお願いいたしますね。少しでも、あ、たとえ1票、2票でもよろしいんですけど、よろしくお願いいたします。あ、お願いいたしますね。何の歌がいいかな。あ、あれ、千の鐘になってとかさ、あとはあれだよね。酔いと負けの歌でいいかな。ね。ありがとうございます。ね、はい。じゃあね、はい。どっちがいいな。酔いと負けがいかない。これもね、詩がわかんないけど、いい加減に歌いますからね。ありがとうございます。ありがとう。じゃあね、はい。聞こえる酔いと負けの歌、酔いと負けの子供、子供、男に混じって綱を引き、懸命働いて苦労して死んでた母ちゃんの歌こそ日本一、母ちゃんの歌こそ日本一。今では僕は高校も出たし、今じゃ機械のエンジニア、母ちゃん見てくれこの姿、母ちゃん見てくれこの姿。ありがとう。私ね、詞はわかんないんだけど、いい加減にくっつけちゃうのね。全然合ってないですけど、ごめんなさいね。ありがとう、ありがとうね。増えたかな、少し増えたかな。ありがとうございます。たとえ少しでもいいですから、ナイス、ナイス、よろしくお願いいたしますね。ありがとうございます。あ、で、ナイスが増えるぞ、ミスタードーナッツ。ナイスが増えるぞ、ミスタードーナッツ。ナイスが増えるぞ、ミスタードーナッツ。じゃあ、これでね、はい。じゃあね、千の風、千の風ね、いいですか？はい。ね、ありがとう。ありがとう。あ、こちらゆるゆるちゃん、よせさんこんばんは。こんばんは。こうめちゃんもナイスしました、ありがとう。え、あ、そんなに言った？え、ありがとう。あらあらあら、嬉しいね。はるちゃん、よせさんこんばんは。ってみやびちゃん、はじめまして、ありがとう。こうめちゃんもナイス、ゆるゆるちゃんもよせさんこんばんは、ありがとうございますね。皆さんナイス、ナイス、よろしくお願いいたしますね。皆さんナイス、よろしくお願いします、ありがとうございます。え、こちらご利用計画的にって、パッちゃん、一人で食べるのって。一人じゃ食べられない、でも一パックは食べられたよね。初コメの方ありがとうございます。よろしかったらナイス、ナイス、右下のナイス、よろしくね、よろしくね。タカピーちゃんがちょっと用事があるので、またゆっくり配信見られるようになったらまた来るかんねって、ありがとう、頑張ってくださいって。タカピーちゃんありがとう、風船5個ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう。サナエちゃんが、シンゴくんが、何買ってきたのって、これ野菜ね、信号買ってきたんだよ。はい、お肉はね、あれだけど、お肉はあったんだけどね。タカピーちゃん、お疲れ様って。フイちゃんが、ユウさん、のどあめさん、寝たのかなって。ね、寝たのかな。ね、ありがとう。
ね、ありがとうございますね。じゃあまた食べるかな、また少しね、うん、まだ残ってんだよね。ありがとうございます、ありがとうね。うん、おいしい、うん、結構ねタレがね濃いから具があった方がいいよね、ね、うん、キャベツ食べてます。のどめさん、みとんちゃん、こんばんは。何勝しました、ありがとう。みとんちゃん、ありがとうございます。起きてるよって、うん、ふえちゃんが、うん、ね、ね、うん、んだね、な、結構キャベツ硬い、うん、何食べてるん？キャベツ、キャベツ、うん、ゆっくり食べてね、ありがとうございます。今ね、お肉焼いたんですよ、ね、うん、キャベツ食べてます、うん、うん。お野菜もね、いっぱいあるんですけどね、お野菜ね、これね、まだね、でも1パック食べるよ、あと2つぐらいしか余ってない、肉がね、これ1人でね、ほら、こんなに食べたよ、あと2つぐらいしか残ってないよ、これね、結構食べたでしょ、ね、ね、じゃあね、千の風歌おうかな、ね、よろしくね、ナイス、よろしくお願いします、ありがとうございますね、ありがとうね、うん、私のお墓で泣かないでください、私はお墓なんかにゃ、お墓なんかにゃいません、背の風になって、背の風になって、青空を高く飛び回っています。ありがとうございます。あら、こちら、秘密のブラセンターさん、ありがとうございます。盛り上げにゃんこ3個、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね、盛り上げちゃん、にゃんこ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 ちゃんの爪、ありがとう、にゃんこちゃん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 の爪、にゃんこちゃん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 の爪、ありがとうございますね。にゃんこ、盛り上げにゃんこ3個、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、かわいい、ありがとう。あ、モンタさん、ヨセさん、こんばんは、こんばんは、いつもありがとうございます、ありがとうね、うん、まだ起きてたよって、のだめさん、ふいちゃん、店長さんってね、うん、こちら、うん、ありがとうございます、ありがとう。今度は何の歌がいいかな、うん、じゃあね、あれね、じゃあ皆さんの好きな歌ってどういう歌がいいんだろうな、うん、何がいいんだろう、うん、あひろちゃん、こんばんは、初コメです、ありがとう、ありがとうね、初コメの方、ありがとうございます。よろしかったら、よろしかったらね、あれ、ナイス、ナイス、よろしくお願いします。